ミッドナイトビスーはアメリカ合衆国の競争馬である。主なカチクラは2018年のサンターニタオークス、コテリオンステークス、2019年のアップルブロッサムハンデキャップ、オグデンフィップスステークス、パーソナルエンスンステークス。2015年4月18日に誕生。2016年9月のキーンランド一ウ馬セールに上場されたが19000ドルしか値がつかずに、 主取りとなる。翌2017年4月の OBS スプリング2歳はトレーニングセールでバッシュエージェントのジェフリー・ブルームによって8万ドルで落札された。西海岸のビルスパワー9社に入球し、2017年10月にサンターニタ競馬場でデビュー。初戦から2戦連続で花さの2着となり、2歳時は未勝利で終える。年明け初戦のサンタイネスステイクスを解消し、 初勝利を重賞制覇で飾る。事前のサンタイザベルステークスも制覇すると、ケンタッキーオークスの前哨戦サンターニタオークスも2着に3馬身半差をつけて完勝し、G1 初勝利を挙げた。本番のケンタッキーオークスでも1番人気に支持されたが、2番人気、物萌えがあるから4馬身1、4差の3着に敗れた。レース後、3歳牝馬の大レースが多く開催される。 東海岸への滞在を理由に、スパワー級車から、スティーブン・アスムス戦級車へ、テングマヤした。テングマヤ初戦のマザーグース・ステークスを6場審査で、解消し、CCA オークスで、モノモイガールと再戦したが、3場審査の2着に敗れる。アラバマステークス3着を挟み、コテリオンステークスで3度、モノモイガールと対決したが、1位入選のモノモイガール。 には及ばず2入選となった。しかし、モノモイガールの進路妨害が認められ、繰り上げで2度目の G1 制覇を果たした。年内最終戦のブリーダーズカップディスタフでは、宿敵モノモイガール、コバ代表格のエーベルタズマンに次ぐ3番人気で、井み勝カチューマ、モノモイガールから一場新反差の3着だった。年明けからヒューストンレディースクラシックステークス、アゼリステークスを連勝して迎えた。 アップルブロッサムハンデキャップで、花さの激闘を制し、G1.3 勝目を挙げる。約2ヶ月後のオクデンフィップスステークスも2着に3ンハンサをつけて解消する。次戦のモリーピッチャーステークスも勝利し、5連勝とした。続くパーソナルエンスンステークスでは、G1.2 勝の実力倍レイトとの叩き合いを、花く出して、G1.5 勝目を挙げ、 年始からの連勝を6に伸ばした。9月4日、ブリーダーズカップ直後の11月4日に行われる、ファシグティプトンノベンバーセールへの上場予定が発表されたが、11月2日のブリーダーズカップディスタフ当日の朝に、上場取り止めと翌年の現役続行が発表された。大本命として迎えた、ブリーダーズカップディスタフであったが、ブループライズの2着に敗れ、 シーズン初の黒星を起死した。シーズン初戦はこの年に新設されたサウジカップに出走。最後片付い層から追い込んでくるもマキシマムセキュリティの2着に赤敗帰国後、6月のフルールドリスステークスでは、後位一層から直線で抜け出すと最後は、後続場に八馬身1、4差で圧勝する。連覇がかかったパーソナルエンス,ンステークスでは3.4番手、 追走も先に抜け出したベクセイシャスを捉えきれず首差の2着に敗れた。その後9月28日の調教中に右前足を故障していたことが判明し現役引退が発表された。11月8日、キーインランドで行われた繁殖品馬セールに出され500万ドルで落札された。以下の内容はレーシングポスト及びイクイペースの情報に基づく。ありがとうございます。